実際に間近で見るとすごいな。そういえばさ、あいつらもここの話してたよな。そう。でもさ、ホンダと一緒に来たら解説止まんねえだろうな。またお前が絶妙な質問で燃料追加するし、七つ森は必死にスマホいじって写真とか、あんまり景色楽しむってキャラじゃないか。なんでわかるんだよ。ま、そうだな。でも今ここにいるのは俺だけだ。いや、次も俺たち二人で来る。バレないようにな。まあな、バレたら一週間は引っ張りそうだしな。溜まってんだぞ。やっぱりお前連れてきてよかった。今だけの風景だもんな。まあそうだけど、覚悟は必要だぞ。そりゃそうだろう。こんなとこにホンダと来たら話止まんねえじゃん。七つ森が一緒にいればホンダの目くらましにはなるけどな。七つ森ってホンダの先回りして結論を早く言わせたり、結構ホンダの扱いうまいんだよ。そう。だから二人で話進めてくれればいいのにさ。なぜか俺を巻き込むんだよ、ホンダ。七つ森は、わざと俺にホンダの相手させて楽しんでるっぽいし。どうだろうな。でもな、四人になったら話は別。お前だよ、みんなの中心は。あんの、いいか、ホンダが俺に講釈始めるのも、七つ森が流行りの話題振ってくるのも、結局オチがどうなるか知ってるか？お前だよ。二人とも、よし、今度はお前に教えてやろ、で終わるの。そっか。お前が嬉しいなら、それでいい。ホタルで思い出したんだけど、ホタルでって知ってる？そうそう、透かし彫りを施した時期のことでね、光の加減で文様が透き通って見えるんだ。それがホタルの光に似てることからホタルで。この前りょうくんちで現物を見せてもらったんだけど、ほんと綺麗だったんだ。まさか、美術品や骨董品ならりょうくんには絶対にかなわないよ。あの日はみーくんも一緒だったんだけど、俺、りょうくんに質問攻めしちゃってさ。けど、二人とも最後まで付き合ってくれたんだ。みーくんはみーくんで、ファッションセンスや自己プロデュース力が抜群にあるからね。流行のものをただ追うんじゃなくて、そこにアレンジを加えて、独自のものを作り出すんだよ。あれは俺には絶対真似できない。俺が一方的に刺激を受けてるだけだよ。そういう意味では二人と出会えて本当に良かったよ。ここに来ること、りょうくんとみーくんにも伝えとけばよかったかな。二人とも表立って文句を言ったりはしないと思うけど。いやー、りょうくんは怒るかな。なんで誘わねえんだよとか言って。そうそう、いつも女の子に囲まれてかっこいい感じだけど、男同士の時はちょっと不愛想になって面白いんだよ。みーくんもあんまり表情には出さないけど、きっと後でメールが来るね。なんで教えなかったとか、ぶっきらぼうな感じでさ。もうめんどくさいな。そうそう、君とは別の意味で楽しい。反応を見てると、やっぱあの二人は個性的だし、表面的な部分しか見てない人には絶対わかんないだろうけど、体
交わした言葉以上に俺も二人から影響を受けてると思うから。まあちょっと思ったんだけど、俺たち風間とダーホンと俺、この男三人組、不思議じゃね？うん、俺は友達とか作んの自分からしないタイプなんだけどさ、気づいたらこのグループがあって、いつの間にか俺はそこにいた。ルイは友を呼ぶって言うだろ、俺あいつらとどっか似てんの？ビジュアルも感性も誰一人被らない。性格もバラバラ。ハバガクにいなけりゃきっと一生関わることはないと思う。でもこうしてあんたを含めて4人、個性バラバラのメンツで一つのグループができた。不思議だ、こんなにごちゃ混ぜなのに妙に居心地がいい。俺このグループが好きだ。今頃何してんのかなあいつら。そ、おなじみのメンバー。なんていうか、ほら、俺たち抜け駆けでデートしてるわけだし、罪悪感ちょっとそんな感じしてさ。別にあんたとデートすんのにあいつらに断り入れる必要はないんだけど、今日みたいにすげえ充実してるとさ、二人に悪い気する。笑うなよ、俺は案外真面目な男なんだぜ。ったく、ま、今度うまいスイーツでもおごって心の中で謝っとくか。